愛その他の悪霊については1994年に出版されたガブリエル・ガルシア・マルケスの長編小説。舞台は18世紀のコロンビア。白爵の娘、シエル・バマリアは、ある日、狂犬に噛まれてしまう。保守的な修道院長や司教らは、彼女に悪魔付きの疑いをかけ、修道院に監禁する。そこに、悪魔払いの命を受けた、カエターのデラウラ神父が派遣される。 娘と神父は、やがて強く惹かれ合うようになっていく。イルダイ・ダルゴにより2009年に映画化された、コスタリカ及び、コロンビア映画。上映時間100分。日本では2010年に、DVD が発売された。ペーテル・エトベシュの作曲によりオッペラ化された。題名は、英語で、ラブアザー・デーモンズ。初演は、シルビュ・プルカレーテの演出、ウラディーミル・ユロフスキの指揮により、 2008年のグラインドボーン音楽祭において行われた同音楽祭と BBC の移植作品である。エトベシュは2010年にライン国立オペラトラフィラチュールで自ら指揮しており、2017年のハンガリー国立歌劇場の公演でも指揮を予定している。ありがとうございます。